はい、皆さんこんにちは。イビーズ関東支部のしゅんです。今日は僕の大好きな仮面ライダー SD のビビ人形シリーズを紹介していこうと思います。東北支部でフジャンが投稿した仮面ライダーソフビコレクション昭和ライダー編のね、動画を皆さん見ていただいたと思うんですけども、まあそこで触れられていた話題なんですけども、仮面ライダーの指人形っていうのは大まかに分けて3タイプの指人形が存在するって話がありましたよね。では軽くね、その指人形の3タイプをね振り返っていこうかなと思います。こちらがチビコレバックといってですね、フックトイで出された指人形シリーズになります。あの会社はね、豊かって会社がね出してたんですけども、はい、じゃあこの次真ん中がこの前紹介にあったソフビコレクションのガチャポン指人形、次に食玩で出た仮面ライダーキッズの指人形になります。こちらはね、あの GO まで今出てますよね。まあこのようにね、あの3タイプのね指人形が存在するんですけども、まあ今回ね紹介する指人形のシリーズは、このチビコレバックの仮面ライダーの元になったシリーズなんですよね。見てねもらえばわかる通り、この915仮面ライダー SD の915とチビコレバックの915、造形全く一緒ですよね。ただこっちの方が塗装箇所が多くて、あの再現度の高いものになってるんですけども、その前身がこちらになります。大切なことなのでね、2回言いました。でこれに関しては、あの厳密に言うとチビコレバックのさらにマニアック商品のデフォルメクラブっていうねセットのものなんですけども、まあその話はね今回はあまり触れないでね、こちらをメインに話していこうかなと思います。で、あの東北支部のねフジャンが言ってた通り、このね最初のね仮面ライダー指人形はね1号から J まであるんですけども、ライダーマン、アマゾン、ゼクロスってのがね作られることなくね終わってしまったんですよ。というね、非常にねもったいないねシリーズでもあるんですけども、この指人形が持つね魅力っていうのはね、この刀身にあるんですよね。もうこの刀身といえばね、あのウルトラマンのね指人形に近い刀身をしていますよね。まあ近いといってもね、厳密に言うとこの元となったイラストがあるんですよ。それは、昭和末期から平成初頭にかけてね、デフォルメブームってのがありまして、その商品のほとんどのイラストを描いていた横井画伯っていうね、イラストレーターがいたんですけども、まあ主に仮面ライダークラブ、ウルトラマンクラブ、SD ガンダムとかね、そういったね、イラストをね、主にね、描いていた。まあ一部では有名な方なんですけども、この指人形はそのイラストを元に造形した指人形が主になっております。ではね、塗装を軽く見ていきましょう。ちょっとねこの中でねおかしいだろってね、多分初めて初見の人はね思うのはねいくつかあると思うんですけども、まあ自分も最初思ったんですけども、このねスーパーワンとねシンに関してはね、塗装すっごくね曖昧じゃないですか。スーパーワンはラメ成形に黒と赤の塗装で、シンに関しては目は赤く塗られてるんですけども、金のねスプレーで軽く拭いただけで、触覚もね頭と一体化しててね、だいぶね適当なんじゃないかなってね思われがちなんですけども、またねこれが味があってねいいんですよ。で僕はね
昔からちょっと古めのものにね惹かれる傾向があるので、この指人形シリーズ仮面ライダー SD っていうのがねすっごいねドストライクなんですよ。まあでもね、見ての通り正面だけ見れば全然ね問題ないですよね。まあ本当に詳しい人がからすればまあこことここが違うとかわかるんですけども、もうね正面だけでね十分なんですよ塗装ってのは。確かに自分たちの小さい頃、まあクーガ、アギト、ユウキ、ファイズ、ブレード、ね、この辺の時代のねおもちゃってのはねみんなね背中とか細かいところも塗られてて、あの非常にクオリティの高いおもちゃだったんですけども、おもちゃの長い歴史から見て、まあ今か昔から現在にかけてね塗装省略ってのは基本なんですよ。だ最近のソフビとかを見てみんなね塗装省略ひどいなとかね言う人いると思うんですけども、もうね我々の世代はねこの塗装をまんべんなくされてるっていうことにね慣れすぎてね錯覚してるだけなんですよね。みんな見てくださいこの背中とか真っ黒だったり、まあ、ちょっと前のね指人形とかと比べると残念なんですけども、ね、全然ねかっこいいんですよこれでも。でかっこいいっていうかこれはねかわいいんですよ本当に。もう魅力がいっぱい詰まった指人形なんで皆さんもねぜひね集めてほしいですね。でもね集めてほしいって言ってもこの指人形やっぱり古いものなのでやっぱね1個ねそれなりのね値段がねついてしまってるんですよ。で運が良ければもう1個100円ぐらいでね手に入る時もあるので、この皆さんねぜひね集めてほしいですねこれは。ただねこの仮面ライダー真の指人形に関してはすごくね価値が上がってて、まあねだいたい平均で言うと1個ね1000円からね1200円ぐらいはねするんじゃないかなと思うんですけども、でもね指人形高くて1000円とか2000円の次元なんで、あのもう全然ねあの、指人形とかに1000円とか2000円出すのちょもったいねえなってね思うかもしれないんですけども、でもやっぱね人気な指人形ってのはねそれなりのね味とかねクオリティを持ってるんで買ってもね損はないと思います。まあでもね時間をかけてあの探せばあの安く手に入る時っていうのはね絶対あるんですよ。指人形って結構価値がねあの甘く見てるね人っていうのがねまだ多いですから、残念ながら。だそういう人からうまいことね譲っていただければねもうラッキーなんですけども、まあこの指人形は集めるにあたってねちょっとハードルの高いシリーズなんですけども、もうこの通りね揃った時のね感動ってのはねもう何にもね変えがたいねものがあると思いますね。はい。でねまたね今回はねざっくりの紹介になるので、あの個別でピックアップしたね動画っていうのはねまたね少しずつね皆さんにお見せできたらいいななんて思ってますので楽しみにしててください。でねこちらね仮面ライダー SD のね指人形シリーズの紹介になるんですけども、この段はね怪人軍団もね一部ね商品化されてますので、今回はねちょっと画面に収まりきんなかったんでちょっと割愛したんですけども、またね紹介していこうかなと思いますので、怪人もね。ですので皆さんねこれからもねユビーズの動画楽しみにしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。